あなたはフォロワーが一切いらないです。あなたは何も販売しなくてもいいです。あなたは何のサービスも提供しなくてもいいです。それでもインスタストーリーを通じて毎月5万以上の収益を稼げます。このチャンネルは全てインターネットを通じて収益を稼ぎたい方に毎週新しい戦略を無料で提供しています。もしあなたがまだ登録していなければ、ぜひチャンネル登録をお願いします。そうすると毎週新しい戦略を出すときに一番最初にあなたのところに通知が行きます。それで他のライバルより一歩早く実践して収益を稼ぎます。OK、これからパソコンの画面に入ってエクソ実践どうやってフォロワーがない状態で最も早くかつ簡単にインスタを通じて収益を稼げるかを解説していきます。興味がある方は絶対見逃さない。Okay, let's go. Audio Jungle.OK、 今回の戦略は主に3つ違うサイトを利用していきます。そんな中の2つのサイトとインスタ組み合わせで使えばこの戦略を最低限に実現できます。それで毎月最低でも5万円以上の収益を稼げます。しかもこれは1回2回だけではなくインスタストーリーを投稿するたびにできます。例えばあなたにフォロワーがいなくても何の投稿もしていなくてもさらにインスタアカウントを作ったばかりでも同じくこの戦略を通じて収益を稼げます。なのでステップ1ではまず1つインスタアカウントを作ってください。もちろんこのアカウントは何かのブランドコンテンツではなくただ単に普通のアカウントを作るだけです。もしすでにアカウントを持っている方はそのまま今のアカウントを使うかそれとも新しく作るかどちらでも構いません。 OK、 もし皆さんアカウントを作ったらまずこのようにある程度アカウントのプロフィールを編集してください。例えばアイコンとかユーザー名とか皆さん好きのように編集すれば OK です。続いて検索欄を見てください。ステップ2ではこの戦略を実現するため検索の仕方について解説していきます。例えば検索欄で書籍愛好家のタコで検索します。このように書籍が好きな人の投稿または書籍に関する投稿がいっぱい出てきます。その数はなんと500万以上超えています。例えば適当に一つ投稿をクリックしてこの人が本当に書籍が好きかをチェックできます。見てわかると思いますがこのアカウントに投稿される内容はほとんど書籍に関するものです。これでこの人は確実に書籍が好きだということに間違いありません。そしてもう一点確認することはフォロワーの人数です。1万人以上のフォロワーがいるアカウントです。結構いいです。この2点確認できたらもう一度先のページに戻ります。先ほど書籍愛好家のタグで検索しましたが実は書籍愛好家と同じようなタグはこのようにたくさんあります。違うタグで検索するとまた違う検索結果が出てきます。例えばラフブックスで検索するとまた違う200万以上の書籍に関する投稿が出てきます。ここにあるどれのタグで検索しても明らかにこのようなタグで投稿している人はみんな書籍が好きだということがわかります。しかも同じ趣味の人もどんどんフォローしてくれます。これがまさにこの戦略の鍵となります。私たちこの点を利用すればインスタストーリーを通じて収益を稼げます。当然私たちこの人に何かを販売することはないです。実はこの戦略はあなたが思ってより簡単にできます。では続いてエクサ具体的にどうやって操作するのかを解説していきます。まずさっきのやり方でもう一つページを開きます。例えばこれが良さそうなのでこれにします。これも似たようなアカウントです。 OK、 また他に似たようなアカウントを 3,4 個くらいを開きます。こういう感じで繰り返して違う書籍または書籍愛好家に関するアカウントを5から10くらいを開きます。そしてこれから2つ目のサイトをアクセスします。こちらは audiobo.com です。 audiobo は Amazon 会社のサイトです。このサイトの中に全部 audiobook に関するものが入っています。しかも毎月2000万人超えのユーザーがこのサイトをアクセスして自分が好きな audiobook を聞いています。その中に実は本読むことが好きでなかなか時間がない人が多くいます。なぜかというと一冊自分が好きな本を読むため少なくとも何時間さらに何日がかかるかもしれません。だけど audiobook だったら例えばご飯を作るときまたは休憩のときイヤホンにつながれば聞くことができます。まさにこれがオーディオブックに需要があって多くのユーザーが求めている理由となります。心配しないで私たちここにあるオーディオブック販売しなくてもいいです。しかもここで何の投資もしなくても収益を稼げます。当然これをやるために何の特別なスキルや経験もいらないです。私たち単にインスタストーリーをやるだけで毎月最低でも5万円以上の収益をもらえます。聞いてる感じだとちょっとありえないと思いますがこれからの内容を見ていただくとこの戦略の仕組みが明らかになってきます。ここでは検索欄を通じて数百万以上のオーディオブックが検索できます。しかし私たちここで何の投資もしたくないしオーディオブック買うつもりもないです。なので続いて Google でオーディオブアフィリエイトを検索してください。アフィリエイトを聞いて難しそうだと思う方がいるかもしれませんがやってみると意外と簡単にできます。さっき話したように私たち誰かに何の販売もしなくてもいいです。また誰かにお金を支払ってもらわなくても同じく収益を稼げます。なぜか
かというと、オーディオバーアフィリエイトは非常にユニークです。ここを見ていただければ、宣伝、ユーザーを誘導する、収益をもらう、私たちやることはこの3つ簡単なステップだけです。なのでこれから X はどうやってたとえフォロワー数ゼロでもインスタストーリーを通じて収益を稼げるかを解説していきます。 OK、 まず収益のシステムを見てください。まず1つ目、もしユーザーがゴールドメンバーに加入してくれると、私たち1人当たりで10ドル1000円の収益をもらいます。だけどこれをユーザーにお金を支払ってもらうので、ちょっとハードルが高いかもしれません。しかし2つ目、もしユーザーが無料トライメンバーを使ってくれたら、オーディオバーを潜在顧客のために私たちに1人当たりで5ドル500円以上の収益を支払います。例えばユーザーが私たちアフィリエイトリンクをクリックすると、この画面アクセスできます。そして真ん中の無料トライアルをクリックして、ここでアカウント作ってくれるだけで収益が発生します。しかもこのプロセスの中で誰もお金を使っていないし、ユーザーもオーディオバーで数百万以上のオーディオブック無料で選べます。それだけで1人当たりで500円以上の収益をもらえて結構いいですよね。もしそのユーザーがオーディオバーのオーディオブックを利用し続ければ、1つ製品あたりで私たち50円以上の収益をもらえます。実際のデータによると、多くのユーザーは一旦オーディオバーを利用したら、多くの場合はこのサービスを利用し続けます。その理由は Amazon のプロモーションの面にとても優れているからです。なぜかというと、 Amazon は世界中最も大きな会社の一つなので、消費者行動についてすでに研究済みです。なので多くのユーザーは無料トライアルの期限が過ぎた後もゴールドメンバーに加入することが多いです。それを置いといて、仮にそうしなくてもユーザーは無料トライアル使ってくれるだけで、私たち一人で500円以上の収益を稼げます。これが変わらないことです。しかもこれから紹介する3つ目のサイトを利用すれば、結構簡単に実現できます。 OK、 Google でオーディオバーアフィリエイトを検索したら、ここをクリックすると簡単にアフィリエイトに加入できます。そしてどこの国、ユーザー名、メールアドレスの基本情報を入れると簡単にアカウントを作れます。その後オーディオバーからいろんなアフィリエイトプログラムを紹介してもらいます。過去アフィリエイトプログラムから一つ私たちの専用リンクが出てくるので、そしてそのリンクを通じて、例えばこれが僕のリンクだとすれば、ユーザーがそれを経由してオーディオバーのサービスを利用してくれると、さっき話した収益システムに応じて収益が反映されます。サインアップのところは結構簡単なので、話すと長くなってしまいます。ここでは省略します。そして専用のアフィリエイトリンクをもらったら、さっき開いたアカウントの画面に戻ります。ここで収益を稼ぐため、まず第一歩が宣伝するということです。例えば私たちこの人に DM するか、それともフォロワーをクリックして中にいるいろんな人に DM して自分のアフィリエイトリンクを宣伝できますか。それだとかなり効率が悪いです。だけど後ほどの内容を見ていただくと、 X はまず一つ簡単に1000円から2000円稼げる構造を紹介して、稼いだお金を例えばこのような1万人以上のアカウントに使えば、私たちの代わりにインスタストーリーで宣伝してくれます。それに使うお金はわずか500円から1000円の間だけです。しかも宣伝用の費用が紹介した構図で稼げるので、実質的に何の投資もしなくても収益を稼げます。仮に一つ1万人のアカウントがあって、その中の 1% のユーザー、いや 0.1% のユーザーが無料プランを使ってくれたら、それだけで5000円の収益が発生します。宣伝用のコストを引いて、残りの4500円が純利益になります。そして同じの手法で純利益の4500円がまた9回投資できるので、さらに多くの収益を稼ぐことに期待できます。こんな感じの繰り返しで投資して収益を稼ぐことが、一つ雪だるま式の仕組みを作ることができます。それを積み重ねると結構いい収益になります。さっき見た感じでオーディオを利用しているユーザーが多いし、インスタ上で書籍が好きなユーザーも多いです。これを見るだけで市場の規模が大きい、つまり私たちこの戦略で収益を稼ぎ続けられるということです。しかも収益をもらうところは Amazon 傘下のサイトなので、私たち安心してこの方法を利用できます。 OK、 もしこれが分かったら続いて3つ目のサイト行きましょう。こちらは Fiverr です。動画の中で何回か紹介した海外の有名サイトです。そして検索欄で Instagram シェアを検索してください。このようにインスタシェアが金額付きで表示してくれます。だいたい500円から1000円の間になっています。金額が高いほどアカウントのフォロワー数が多いので宣伝効果も高くなります。そこを気にしなくてもいいです。また Fiverr に登録されているショップは全て認証済みです。つまりここにあるサービスはよくネット上にある金額が安くてあまり効果がないサービスとは違います。もしこれを利用したければ、まず Facebook が Google のアカウントでサイトへログインします。そしてこの中から例えばこのサービスを選択します。内容を見ていただくと、 Facebook、Twitter、Instagram で17万5000人を対象に1つ投稿すると2500円がかかります。実際にインスタだけではなく Facebook のリール動画、ストーリー、Twitter のツイート、この中の共通点は全て宣伝効果があるということです。もしもっと広い範囲のターゲットを狙うなら、実はどんな形でも構いません。ターゲットがいて、かつ宣伝効果があれば OK です。例えば17万5000人の中に 0.1% の人が無料アカウントを使ってくれたら、それだけで約9万円以上の収益に期待できます。結構いいですよね。また投稿かストーリーか何の形で宣伝
店主体がここで売り手と連絡すれば私たち望むような形をやってくれます。この戦略は結構簡単かつ非常にいい戦略です。私たち何も販売しなくてもいいしフォロワーがいなくてもできます。少額の資金を投資するだけで多くの収益を稼ぐことに期待できます。しかもここに支払う料金は右上のカードからそれともチャンネルと他の無料方法を使えば結構簡単に稼ぐことができます。その後ペーパーのアカウントで料金支払えば簡単に利用できます。実質に無料で稼ぎ始められるということです。そしてインスタアカウントを作ればそんなに何週間何ヶ月待たなくてもすぐ事前に入って稼ぐことができます。興味がある方はぜひやってみてください。そして最後にもし今回内容がいいねと思ったらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。では See you next time.